皆さんこんにちは。今日は東京の品川にあります東京マリオットホテルさんにて4ヶ月間の期間限定で提供されるハーゲンダッツとマリオットホテルとのコラボレーション企画ハッピーハートアフタヌーンティーのメディア向けの説明会に参加させていただきました。レストランマネージャーのアイデアと遊び心がたくさんある。彼らがどのようなハーゲンダッツのその世界観というものを演出ができるかということを日夜彼らが考え抜いた渾身の作品となっております。今日はご提供する内容というのはほんのちょっと一部ではあるんですけれども、ぜひ存分にお楽しみいただけたらと思います。フルでしっかりとお召し上がりいただきたい方はぜひレストランまで足を運んでいただけると思いますが、今日は最後までごゆっくりとお楽しみくださいませ。どうもありがとうございます。続きましてペストリー&ベーカリーエグゼクティブシェフの山本剛よりアフタヌーンティーセットのご紹介をいたします。どうもありがとうございます。ペストリーの山本と申します。山本様のご説明によりますと、ハートの陶器の中にはドライフルーツのコンポートが入っていて、その上にハーゲンダッツのバニラアイスと黒トリュフを混ぜ合わせたものが載っているそうです。そして右手の方にはラズベリーのクリームがサンドされたハートのマカロンとクッキーが2種類並べられています。下の段にはコーヒーゼリーとベーグルのラスク、そして一緒に食べるアボカドのディップが載せられています。続いてお皿の方ですけれども、ハート型のピンクのかわいいもなかの中にはアボカドとサーモンのサラダが入っています。お隣のココット皿はハートのパスタグラタンで、中はイタヤ貝が入ったホワイトソースのグラタンになっています。右手前側のものはお口直しのハートのせんべいです。ご説明を省略したものはこの後の試食会で出てきますので、その時にご紹介したいと思います。抹茶でございますが、アフォガードを、イメージしてください。抹茶のアイスクリームに、こちらの急須に入っておりますカクテル、こちらを注ぎます。こちらのカクテルのベースとなっておりますが、こちらもまた、日本を代表する白州という、ジャパニーズウイスキー、あとはカルーアの抹茶フレーバーの、リキュールを合わせております。まずはこちらをこのまんまお楽しみいただく、これがアフォガードのスタイルでご用意しております。そして一口お楽しみいただいた後に続けて、抹茶を立てる要領でカクテルをお客様自身で仕上げていただきます。まさに抹茶を立てる要領でアイスクリームを溶かし混ぜていく。もともとこちらの急須に入っているカクテル自体は、そのままの常温の温度でご用意しております。通常は氷で、冷やしてカクテルというのは提供するんですが、冷やすという作業をこのアイスクリームで冷やしますので、綺麗だよ。あれがベリーが硬いから下の部分もそうです。あ、これハート入ってる。切り方によって真四角になるかハートになるかならないかなので、上の飾りも関係ないってことですよね。どうついてる感じで、はい、そうなんです。綺麗なハートの場合があります。あ、四角い。失敗。失敗。真四角。真四角でしょ。誰かハート出してよ。写真撮りたいわ。ああ、ダメだ、俺も四角な。ここですね。そうです。あ、すごい。もう一回切って。全然ハートにならなかった。そうか。あ、今回見えない。そうか。あ、プレイすると3年かかるんです。力を切る。補完的な接触。あ、できればできなかったら強いんだ。あ、強いね。結構これはやばい。マジです。しまってくない。仕事になる。お金ダメなんですよ。アイス飲むのダメだよね。一滴も飲めない。一滴もだそうだ。結構甘いの好きな人ってお酒飲めないって聞きますけど、やっぱ大丈夫ですね。多いよね。ダメなんですね。私も得意じゃないです。そうですね。本当にプレミアそうですね。いや、これでいいでしょ。あ、あ、違うです。うん。なるほど。じゃあ、トマトソースは俺大丈夫。そうなんですよ。そこからの移動でっていう。ピントが合わない。はいはい。おいしい。はい。なるほど、なるほど。前乗りできるっていうイメージで言ってたと思うんですよね、向こうは。はい。うん、なるほど、なるほど。ちょっと多分すぐ来る返事ではないと思うんですけど。意外と単純じゃないですか。私のこと言ってたから。美味しいですね。甘いものの後にこれが入ると逆だよね。そうそう。どれもとても美味しかったです。ごちそうさまでした。こんなに盛りだくさんのアフタヌーンティーが6月30日までマリオットホテルさんで開催されておりますので、ぜひぜひ行ってみてください。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。このチャンネルでは外食動画や新商品の食レポ動画、手作りスイーツ、咀嚼音音フェチ動画などを中心に投稿しております。もしよろしかったらチャンネル登録、グッドボタン、Twitter のフォロー、Instagram のフォローよろしくお願いします。それではまた。